諏訪ひろみのシングソング桜色諏訪ひろみのシングソング桜平、登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館と、浅間山麓多肉植物のパラダイス、金玉園の提供でお送りします。今日も元気に諏訪ひろみさんです。よろしくお願いします。おはようございます、諏訪ひろみです。よろしくお願いします。いや諏訪さん、はい、今日はこの後雨になりそうですねそうですね、梅雨ですからね、まあ梅雨ですからね、もともとね梅雨ですからね、まあ雨の日も乗り越えながら、なんといってもあのもう30度超えてたじゃないですか。先週暑かったですね。暑かったですけどね、まあ、週末ぐらいから気温が下がってきて、今日は20度ぐらいまでしか上がらないってことですからね。なんか気温がジェットコースターみたいですよね、もうそうですよ、すごい暑い、ジェットコースターですよ本当ですよね。ということでございます。体調管理がね大変な感じもしますけど、はい、ひろみさん1週間どうだったんですか。私はですね、あのあれ先週お話ししたかもしれないんですけど、あそう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 、メンマを完成させたんですよ。いやおめでとうございます。メンマをついにタケノコを使ってそう、結構作りました。 1.8 キロ作りましたすごいね、これ配るぐらいじゃないのそうですね、お裾分けをして、そうですね、あのメンマって結構ほら、私にとっては高級食材なんですよ。そんなにお安くないじゃないですか、はいはい、そうですよ。でこうラーメンとか食べても、あの 2,3 枚とかヘロヘロって入ってる、ね、だけですけれども、美味しいんだメンマ。結構ね大量に食べました。これメンマご飯とかもできちゃうんじゃない。いろいろあのそうアレンジもできるみたいなんですけど、でなんちゃってメンマなので、あの干さなかったんですけど、なんかそのうち来年も暇だったら干して作ってみようかなとか思いましたね。あ、なるほどね。今度はメンマ職人への道をひろみさん一歩歩み出していくのかっていう、ね、そうですね、そんなことがあったりとか、あれですよね、ほら、県をまたいでの自粛が解除になったじゃないですか。そうですね、うん、解除になりました。その影響があるのかないのか、先週の週末、ほらあれなんですよ、6月1日に花火が上がったじゃないですか。上田のね、うん、あのこう 川沿いでどこで上がるかわからないけれどもって言って、それがですね、この2箇所から上がったんですけれど、はい、で昨日じゃない、そのね、解除になった次の日かな、はいはい、土曜日の日にね、やっぱりちょこっと上がったんですよ、うん、あの川沿いで、はい、なんとなくこう嬉しい気持ちになりますよね。やっぱ花火ってね、まあ、花火大会とか中止になってるところはありますけど、うん、やっぱり花火ってね、あの心を一つにするっていうかね、元気出ますよね、地元の皆さんもね。本当にもうなんか、ああありがとうみたいな、ね、ありがとうでした ねもうこういう辛い時だからこそ花火を見たくなるんだね。ねえ、ちょっと嬉しかったです ね、はい、はい、皆さんも今週も1週間元気出していきましょうね。はい、元気出していきましょう。元気情報満載の諏訪ひろみのシングソング桜平、登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館と、浅間山麓多肉植物のパラダイス金玉園の提供でお送りします。まずはひろみさん、どちらの情報からいきますか。はい、いつもの通り行ってみたいと思います時和館情報。おー、時和館もあるじゃないですか。情報がいろいろと入ってきてるんじゃないですか。いや、それがね、うん、実はですね、多分ね、時和館今すごく忙しいのではなかろうかと思います。あ、やっぱり、はい、なるほどね、はい、うん、予測なんですけれど、いやだって本当だよ、だって内山牧場さんだってね、全然違うけど、あの、はい、今日の新聞載ってますけど、地元紙の、はい、もうすごい電話になってるとかね。あ、時和館さんもすごいことになってるんじゃないですか。多分そうなんじゃなかろうかと思います。で実を言うと、あの先週いただいた情報 の、はいはい、あの繰り返しになるんですけれども、多分花岡専務すごく忙しいんだろうなと思いまして、情報が届かなかった。そうなんですよ。あらららら、専務聞いてますか、
ね、聞いてますか。それあれじゃない、あの何気にあの迷惑メールに入ってるとかそんなうちないですよね。あ、多分ないと思います。一応確認して、で、うっかりしてたっていう時もあるんですけれども、はいはいはい、多分お忙しいんじゃないかと。いや、推測して、電話とかね。そうなんですよ。泊まりたいとかね、ご飯食べに行きたいとかね。 それでね、ほら今いろいろ対策をこう講じて、やっぱりこう新しい日常って言われてますけれども、ね、こうやっと出かけられるようになったっていう感じの方が多いと思うので、まあね、うん、そういう対策もね多分大変なのかなと思うので、ちょっと紹介をしていきたいと思います、はい、いよいよ営業再開です、うん、営業再開ね、営業再開に向けて準備を重ねて、います、特にキノコの森ふわり屋が時和館に移転してきます。これの準備も大変なのかなと思うんですよ、うん、だってあれ時和館のお風呂と一緒にね、楽しめるようになったそうなんですよ、ね、もうね、私も楽しみなんですよ。どこにこうふわり屋さんができるのかなってすごい楽しみなんですけれども、うん、これからは車で移動しなくても時和館の館内でお風呂のついでに食事ができるようになりそうです。最高じゃないですか、ね、本当ですよね、お風呂のついでというか食事のついでにお風呂に入れるみたいな、もう最高だと思うんですけど、ね、最高最高、ね、食事でじゃあお風呂行ってみるみたいな、ね、そうなんですよ、ね、素敵なふわり屋さんの食事私も食べたいです。はい、そして、宿泊営業6月20日から営業を再開しております、はい、まずは6月20日から今日22日までの営業、うん、そしてそれから、6月26日から6月29日が営業、週末ごとにってことですよね、うん、その後7月2日からは通常営業となる予定です。はい、こちらもぜひ時和館チェックしていただいて、それからいろんなね旅行会社さん通していただいてもいいかと思いますけれどもね、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。そして情報その2です。時和館大浴場が営業中です。大浴場限定で外来入浴も実施しています。ご利用の際にはコロナ対策として名前と電話番号の記入をお願いしています。大事ですよね。大事ですね。はい、そして情報その3、展望露天風呂蜘蛛の助の営業再開。とりあえず6月20日に営業再開。そして宿泊が少ないと外来入浴も、お休みとなりますので、しばらくは週末の、時和館のお泊まりのね営業をしている時に、蜘蛛の助展望露天風呂も入れるということですが、もうでも7月はすぐそこじゃないですか。いやもう7月もう暑くなってきたよ本当に、ね、今日は20度でね、肌寒い感じになったんですけどもうすぐそこですよ、ね、そうなんですよ。もうちょっと我慢したら、普通にね時和館にちょっとみんなで行こうかななんていう風にしていただいてもいいのかなと思います、ね、まあいろいろ対策しながらだけど本当ね。そうですね。まあそれでもやっぱりみんな外に出たいっていうね、うん、まあ一つ節目になりましたからね、はい、もう気をつけながら、ね、はい、やっていきましょう。気をつけながらです。体調管理一人一人が気をつけないとね、はい、またこう違う展開になってきちゃったりしますからね。そうですね、うん、かかってしまうときはまあ本当に何が原因かってね、うんうん、一概に言えないとこありますけど、うん、かからないための努力はねできますからね。そうですね、していきたいと思います、ね、はい、はい、ということで時和館、はい、もう楽しみですよいろいろと本当ですね。全部頑張ってくださいスタッフの皆さんきっと頑張ってると思う、はい、続いていきましょう。はい、金玉園情報。はい、金玉園情報でございます。はい、金玉園、梅雨の時期の中休みと言ったらいいのでしょうか、うん、土曜日日曜日と好天に恵まれました。いや気持ちよかった、もう青空がね、いやほんと気持ちよかったですよ桜平は ね、小諸もそうでしたけど。そうです ね私土曜日は金玉園に行ってたんですけれども、本当にね過ごしやすい爽やかな、いやもうほんとほんと、うん、うん、梅雨狭間というよりはなんか5月のような爽やかさだったような気がするんですけれども、蝶々がね、蝶々が飛び回ってました。蝶々が飛び回って飛び回ったもん。なんかやっぱ生きる環境って大事だなって改めて蝶々見てて思いましたねあ、こういうところ住宅とかね、それはそれで幸せかもしれないけど、はい、ね、畑見つけてこうなんかね、はい、卵を見つけるとか株の後ろにねうん、うん、まあ、それはそれで楽しいかもしれないけど、ああいうこう広いところでね、うん、元気が出る公園初めて行きましたけど、うん、はい、うわーってね競争してるんですよ蝶々が。いました、いっぱい、うん、あれ2羽でいいの、わ読み方よ、あ2羽でよかったと思います、ね、あれ2頭、あれどっちだったかしら、あれ2頭なの、
どうだったかな。だって芋虫だとね、もともとそうですね、芋虫が蝶々になってね、はい、はい、有名な物語がたくさんありますけどね。そうですね、はい、本当、はい、幸せだなと思います。そのぐらいあの蝶々に思いを馳せる余裕があるぐらいの週末でしたね。いいですね、青空ね、大事です ね、うん、ね、余裕がある、はい、そうそう、そんな本当に清々しいお天気に、恵まれました金玉園、県をまたぐ移動が解除されてから初めての週末、最初の週末ということで、久しぶりに県外からのお客様がご来園して賑わった金玉園でした。これね、あの私土曜日にいたので、あのたくさんの県外からのお客様にお会いしたんですけれども、あのやはり皆さんでも緊張してる感じがしましたよね。あ、やっぱ緊張した。あの大丈夫なのか、自分来てるけどっていうことですか、うん、伝わってきました。なんとなくこう気を使って気を配ってっていう、あのお客様たちご自身でこう距離を取ったりとかね、あのマスクをされたりとかする中で、あのご家族で楽しんでこう県を超えていらっしゃった皆さんが多かったような気がするんですよ。でそうするとやっぱりあの金玉園だけで終わらずに、こういろんなところにねお出かけしたようなこう風に見えたので、はい、あのあ、よかったなって本当に心からあの、うん、思いました、うん、ね、あのまた本当に落ち着いてね、金玉園でゆっくり一日まったりってこうできる日が早く来てほしいなと思うんですけど、とりあえずもうご家族一緒で、あ、多肉好きなのはあの例えばお父さんとかね、うん、じゃあお父さん多肉終わったからじゃあ次行こうみたいな感じで、うん、こうあの長野県での旅をね楽しまれていたようなんですけれども、うん、暑くもなく寒くもなく、カラッとした爽やかな風が吹いていたこともあり、先日まで晴れると暑く汗だくになったハウス内もちょうど良い温度で、マスクをつけたままでも集中して多肉を選べたようです、うん、これとっても良、ね、かったかと思います。そうですね、うん、そうなんですよ。あの熱中症になってはいけないから、環境によってはこうマスクをね外した方がいいっていうようなこともほら国の方から言っているじゃないですか。そうです、ね、でもやっぱりもうお客様が気を使って、いやいやいや、あの大丈夫です大丈夫です大丈夫です、もうすごくなんて言うんですか、こう本当にね大変だったんだなっていうのが、なんかその大丈夫ですから伝わってきちゃったんですよ、うん、我慢してたんだな、大変だったんだな都会はっていうのがすごく伝わってきて、で、あ、本当にマスクをね外さなくてもハウスの中で多肉を見られてよかったなって、ちょっとほっとしながら、あの皆さんのこう多肉をね選んでる様子をあの拝見させていただいたんですけどね、うん、で今は金玉園でもコロナ対策として、ご来園の方にお住まいの都道府県名とお名前、お電話番号のご記入をしていただきながら、開園をしています、うん、ご理解とねご協力をいただきながら開園してますということです、明日23日火曜日は定休日ですが、今日そして火曜日以外は元気に開園中です。皆様のお越しをお待ちしてますということで、金玉園からの奥様花さんからの情報いただきました。ありがとうございました。はい、金玉園もね、はい、また一歩踏み出したということで、そうですね、よかったですね、うん、はい、よかったよかった、まあ、いろいろと気をつけながらね、そうです、過ごしていくて、ね、はい、まあ、できるだけあのコロナウイルスがね蔓延する前の日常に向かってっていう ね、うん、そうですね、まあ、切り替えていかなくちゃいけない部分もあるでしょうけどもね、はい、やっぱ対策しっかりとしながら、はい、ね、元気なところは元気、はい、ね、そういうふうにやっていかないとね経済活動もうまくいかないですからね、うん、ああ頑張っていきましょう、はい、頑張っていきたいと思います、はいはい、さ あ、 メッセージも届いてますかね。はい、メッセージいただいてますよ。それでもまずこの手書きファックスでいただきました、ビールが命の母 A さんのメッセージを紹介していきたいと思います。中村さん、ひろみさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。中村さんは昨日元気が出る公園へ出かけてこられたとか。あ、よかったな、蝶々が楽しそうだったよ、こうわーってこう競争してるんですよ、いつまでもどこまでも緑だからねいいですよね。いやー、それでさ大きく止まれる木があってさ、木の上ファッと見たらさ、うん、鳥じゃなくて蝶々なんだよね。あー素敵。木の木々ってこう蝶々飛んでないでしょなかなか、うん、大きな木の上に、ね、蝶々が飛んでる、素晴らしい。すごいですね、うん、何色の蝶々でした。白と黒かな。へえ。黄色もあったか。へえ。わあっつってね、それあの遊具がねちょっとね、あの傾斜が急なのとかなだらかなって、子供遊ぶにもね、うん、あのちょっと曲がったりしてんですよ滑り台が、うん、あの曲がり感じが楽しいんだろうなみたいな。うん
まだ行ったことがないっていうね、方行ってみたらどうでしょうか。あのテニスもできますからね、お金払えばね。そうなんですね。マレットゴルフも。そうなんですね。佐古町、佐古町の施設いい施設あるなって。こっち来てもう丸7年経っているのにね、初めて行きましたけど、私あいつも中部横断自動車道を撮ってるとね、はい、あの見えるんですよ。へえ、妻が見つけてね、あの行ってきましたけど、美味しかったです。あ、美味しかった、美味しかった。あ、美味しかったな。もう全て食べるものは行ってしまう。 あのね、うん、テイクアウトまたしてきました。あのね名前は伏せますけど、テイクアウトしてきてね、テイクアウトしたお弁当をそこでいただいたんですけどね、うん、公園でいただくパターン、はい、うん、美味しかったですよ。良かったです、はい、それ何でしたっけ。メッセージの途中、もう私もどんどんそれそうになっちゃったじゃないですか。どうしたの、ゲンガデル公園の話で。そう、そう、地元民にはゲンデル。あ、そう、ゲンデルっていうあのこれゲンデル、佐久町の皆さん、ゲンデル、ゲンデル行ってきましたよ。どっちだろうね、はい、ゲンデル、ゲンデルで親しまれています。ゲンデルみたいな。違うか。高台にあって中部横断道を見下ろす公園は遊具や遊歩道、うん、マレットゴルフ場、芝生の傾斜の、広場と楽しそう。3密を気にすることなく、うん、なね、のびのびと遊べていいですよね。あとね、子供たち、小さいお子さんたちがさ、もうあの、うん、みんな何かしら行って上に登りたくなるでしょ、うん、登ってすごい結構距離あるんだよ、200m ぐらい。で歩いて一生懸命登るでしょ、うん、で下り坂スイスイ足が動くから、あもううわはははははって、ね、みんな下ってましたよ。スキーのこうなんかうわーって降りてくるような感じで。あそこ雪降るとね、ソリが楽しいと思って。ひろみさんもぜひ。ありがとうございます。ひろみさんもソリやってるみたいな。キャーコロ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 、私あのソリじゃなくてコロ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 っていきそうですよね。コロコロでも楽しいかもしれない。コロナウイルスの不安がある中、野外でのレジャーが増える傾向があると思いますが、私も夏には帰省してくる孫たちをどこに連れて行こうか、物色中です。ゲンデルいいんじゃないですか。ねえ、本当ですよね。ゲンデルいいよ。佐久市内にもいろいろ子どもたちで楽しめるところがあって、いくつか候補にしています。東御市でも広々と一日遊べる公園がありますが、こうあるんですよね、広いとこね。ぶどうだっけ、ぶどう祭りあるとこだっけ、多分あそこだと思います。なんだかな、ひまわり中央、なんだったかしら、名前ちょっと忘れちゃいましたけど。ひろみさんのおすすめはありますか。これね、私のおすすめなんですけど、私はあまりこっちのことっていうかよくわからないんですが、上田でいいんですよ、上田で。でも柵で言ったら、柵の子供未来館に大人になってから友達のご家族と一緒にあの行かせてもらったんですけど、もうあの目から鱗の感動でした。またじゃあ続きは9時台行きましょう。諏訪博美のシングソング柵平、登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱の温泉常盤館と、浅間山麓多肉植物のパラダイス、金玉園の提供でお送りしました。ひろみさん、5秒で一言。はい、諏訪博美おすすめ遊び情報、9時からもしゃ登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱の温泉常盤館。1年を通して季節の企画満載、地元東進地区限定お得なプランもあります。詳しくは常盤館ホームページか電話 22-0516 まで。浅間山麓標高 1000m、 多肉植物のパラダイス金玉園、毎月1回ワークショップを開催中。多肉のことならお任せください。 25-0923、 素敵なご夫婦と看板犬チャームをお待ちしてます。It is pleasant morning beginning today also. Let's go a waku waku for search with this programSock Daira Wake Up Station Waku Waku Morning。 さあ、時計の針は9時です。中村哲郎と諏訪博美がお送りしておりますよ。はい、ワクワクモーニングです。はい、さあ、博美さん、メッセージまだ途中ですか。ちょっとだけ残ってます。そう、ビールが命の母 A さんから諏訪博美さんのおすすめ情報ということで、はい、まあ、あの室内だったら未来館、室外だったら未来館、直山館長聞いてますか。そう、聞いてないと思う。すごい良かったんですよ、感動したので。あればいいと思います。聞いてますか。はい、楽しいと思います。あれ、上田なんかおすすめないの。上田は
は、どどどん、やっぱり上田公園、上田城址公園は楽しいですよね。あれは楽しいね、うん、はい、お散歩しながら楽しいと思います、うん、でもあのなんていうんですかね、私はそのね自分で歩いていけるところでいいかなと思うんですよ。そのなんか車に乗っけてもらってちょっと遠くにお出かけするっていうのもいいと思うんですけど、その親戚の家とかに行った時に自分で歩いて遊びに行けるその地域の近所の公園っていうのがやっぱり一番楽しかったかなっていう。まあまあね、うん、ないはないなりに楽しんだよ、いろんなもんね。いやあのね、うん、遊びを作るのが楽しいんですよ。そうそうそう、遊具があるばっかりがいいわけじゃないってことでしょ。そうなんですよ、あの広い砂のこうただ単にグラウンドがあったら端の方でいろいろこうなんていうんですか、あのちょっとグラウンドにこう絵を描いてみたりとか、草取ってなんか作ってみたりとか木を掘ってたらなんかするとか石を折ってたらなんかするとか、結構そこからこう遊びを作っていくのがやっぱ楽しくて、だから遊具は遊具でいいんですよ、遊具は遊具でいいんですけど、うん、なんかそういう自分で歩いていける近所の公園とか神社とかが好きでしたね。わ、うんうん、かる。ここはね自分の家からね、うん、もう今もうほら人の流れ、久しぶりに実家とかがあるとだいぶ変わっちゃってね、はい、あれだけど昔はねあのね新幹線のこうできるところでいろいろと変わってきてはいるんだろうと思うけど、はい、その前まではねあの団地が近くにあったんですよ、うんうん、団地、あの、うん、ほらなんていうの、住宅、うん、あの市営住宅とか県営住宅の、はい、子供たちが集まる小さい公園があってね、うん、実家から歩いて1分できた、そこで野球ばっかやってましたね。あ、もうゴンボール野球、ボールとバットさえあればできるね。であのまこちゃん家の、 あの壁に当たったらホームランつって1分怒られるガンガン当ててんじゃないよ人んちの壁にそうそう、でも何にもなくてもねケンケンパ作ればそこが遊び場になるしね。そうなんですよ ね、 あのね、缶蹴りなんかやってる子供たちなんて今いるのがね、うわー、ね、大好きでしたね、もう缶蹴りとか、うん、ね、うん、か時々友達の足蹴って怒られるって。そう、蹴らなかったガーンとか言って、痛えなおいないないえ嘘あるじゃん、やらないもん。だって缶をさ押さえてんだよ、うん、足で、あ、その缶を蹴れば、その押さえてる缶をカーンって蹴ればなしなしよってなるわけですよ、うん、だから友達の足勢い余って蹴っちゃうでしょ。あ、でもだってほら捕まったらダメだから、ちょっとこうほら探しにとか行った、あのチームプレイでちょっと離れた隙に横からたみたいな感じで。なるほどね、はい、なんかちょっとあの僕もあのあまりにも昔すぎて、あの缶蹴りの記憶がすごいおぼろですね。缶蹴り、なんか缶蹴りってなんかそんなルールなかった、なんかすごいドラマチックなゲームだよねあれね。そう、頭脳戦ですね。今の子供たちにねぜひやってもらいたい。でもなかなか難しいか、いろいろあるかもしれません、いろいろあるかもしれない。そうですね、缶一つあればできるからね缶蹴りなんてね。そうですね、あと本当にだるまさんが転んだとかね、なんかだるまさんが微妙になんか好きでしたんですけど、動いてないみたいな。そう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 、動いてない。そうなんですよ、あれだるまさんが転んだら切ってから走るんだよね。そう、切って走って止まって、それで何、その後鬼がどうするの。捕まえる。どうやって、止まってるじゃん。え、切られたら、切られたらみんな走ってこう走って、それでそのなんか言われたら固まるでしょ。そうそう、それでその人たちがこう並ぶから、それを切られたらその人たちが逃げ出すから、それ捕まえに行くんですよ走って。あ、何それ、止まるんじゃなかったっけ。うん、止まるんですよ、だるまさんが転んだで振り向いて、で切ったって言ったらさ、その鬼がなんか一言言うと、うん、ピタッと止まらなかったっけ、あのプレイヤーが。お、なんかいろんなのが混ざってるか皆さん正しい、あの缶蹴りとだるまさんが転んだのルール、私はまだ覚えてますよっていう方はですね、地域差もあるかもしれない、ね、教えてください、うん、ね、はい、そんな感じの諏訪宏美のおすすめです。そうですね、はい、あの咲くだったら、あのなんだっけ、ほら、あの花の咲く小道、桜の咲く小道、あそこもなんかちょっといいですよね。あれよく歩いてるよ皆さん、うん、お父さんお母さん、お散歩コースに、お年配の方もよく歩いてらっしゃいますね、ね、いいですよね、いろんな出会いがありそうでいいと思います、ね、うん、はい、新庄の夏、高原や川親しめるところ良いですね、行きたいですよね。そうですね、新庄本当に自然がたくさんなので、あの本当に名もない思い出の場所とかもなんかこう子どもさんたちが見つけられたら、あの連れてってもらうのもいいんですけど、自分で見つけるっていうのがすごくこうできる環境、新州ってすごいいいなと思いますので、ビルの母 A さん、お孫さんたちとぜひ楽しんでいただければと思います。ありがとうございました、それでまた一つ一歩踏み出したってことでね、またサイマル放送で聞いてる
各地のラジオをお聞きの皆さん、はい、長野県の皆さんにおすすめする観光スポットなどなどもお待ちしておりますからね、うん、本当ですよね、待ってます。はい、ファックス番号0267-65-8881でメールの方 FM 桜田のホームページから。でも早速ねこれで解除を受けたわけじゃないですか。はいね、はい、で、あのいろいろとあのネット検索始められた方もねいらっしゃるでしょうね。うん、そうですよね、本当に。もう何を隠そう、私の妻がそうですけどねもう家族旅行のことでウッキウキみたいな。そうなんですね。何夜中起きてんのって言ったらね、うん、いやちょっと旅行プランを。あーもう旅行好きな方は本当にもう待ってましたっていう感じですよね。行きたいとこいっぱいあるよね、うん、はい、はい、さあひろみさん、はい、行きます。はい、あ、じゃあクイズの答え行こうか。あ、もうこの方が好きに、はい、今日はねクイズそんなに呼びかけてなかったですけどね、応募いただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ひろみさんにも問題出しちゃうよ。はい、3羽の蝶々が飛んでいます。うん、蝶々蝶々蝶々、うん、真ん中の蝶々は子供かな答え全然わかりません。嘘、マジで。え、なんでわかるの。子供かな。蝶のうはちっちゃいか、蝶のよはちっちゃいから 小文字子供。全然わかんない。一番賞の方の答えを紹介しましょう。全然わかんない。ラジオネームおったまじゃくしさん、はい、わぐもにクイズ。3羽の蝶々が飛んでいます。真ん中の蝶々は子供かな。大人です。で、子供はさなぎだから。あ、てんてけてけてけん。だから、この、要するに子供は幼虫。大人が正解でございました。あ、そうか、はい、ラジオの旅人さん、さあおじゃっと申せるわくもにクイズ。答えは蝶々は大人でファイナルアンサー。ラジオネームナスタンシーさん、さワクワクモーニングクイズ。さあさあ聞いてらっしゃい、見てらっしゃい、笑う方には福が来る、ボケて笑って参加することに意義がある、あるあるモーニングクイズだれよ。真ん中の蝶々が大人かって、だったら佐久市長さんではなく佐久岡軽井沢町の町長さんに聞いてみて。どういうこと。あ、町長さんだけにってこと。町長さん、なるほど。何、そりゃ無理ってか。そうそう、この前ビルの屋上公園で青筋アゲハを見たんだ、うん、だったら諏訪さんにポルノグラフィティのアゲハ蝶を歌ってもらったらいいかも。どうせ3話だから森山加代子の白い蝶のサンバもいい。いずれにしても蝶の作る歌は大人の歌が多いってことね。まだまだ青虫の僕にはわからない世界ちゃんちゃん、ね、なるほど、うん、素晴らしい。対象あげちゃう。ラジオネーム頑張れまこちゃん、あくもにクイズ。ガチのボケるもあなた次第、中村てっちゃんクイズでポン。答えは綺麗に化粧しているせいか大人っぽく見えるでファイナルアンサー。なんだろう、いつの時代のあのあれだろうな。黄昏グータラボッチさん、生歌リクエスト。昨夜も何を見るでもなくテレビをガチャガチャしてると島倉千代子さんが出てた、うん、涙の谷間に太陽をお願いします、はい、ね、ということでございますよ、はい。最近は特に老眼が進んでいます。頑張りましょう、ね、頑張ろう。はい、成虫です。あ、正解です、ね。ということで真ん中の蝶々もさなぎでない限り蝶々は大人が正解でございました。はい、まあ、まだ続くよ、ワクワクモーニング。9時10分からトラブル困ったな、電気つかない、どうしよう、すぐに駆けつけお助けします、ホームレスキュー君に。み、 Let's go in search of the charm of Sakdaira 76.5 FM FM Sakdaira ワクワクモーニング。はい、時計の針は9時10分を回っております。クーラーもついているスタジオでございます。ありがとうございます、哲郎さん、ね、クーラー暑くてつけてって言われて。はい、ひろみさん、はい、さあどんどんメッセージ読んでいきますか。はい、紹介していきたいと思いますよ。はい、はい、それでは、小諸市の、はい、ファファンライター2号まだ56歳さん、ファファンさんありがとうございます。デバイスソングコーナーは中、はい、ないって書いてあるけど、FM 速大路は今お聞きのリスナーの皆さん、梅雨って多肉ちゃんにとってはいいものなんですか、よくないからの諏訪ひろみさん、よくない。梅雨って言えばそうめんの梅雨であろう。てっちゃん元気ですか。今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。カニは好きですか嫌いですか、これテーマですかね。そうです。はいはい、
カニ大好き、川でも海でも捕まえちゃう、もう夢中。え、そっち海のカニは、逃げ足が素早いわ、でも捕まえちゃう子供はにはできませんって56ちゃい今日のデバイスソング、えコロナに負けるなリクエスター、これだ、坂本九さんで見上げてごらん夜の星を、さあひろみバージョンで歌ってちょうということでいただいております。はい、はい、ありがとうございます。いやファンファンさんね、カニが好きってことですけどね、はいね、もう今日はカニの日ね、またカニ食べに行くことを思いを馳せながら今日も元気頑張っていただきたいと思いますよ。はい、あとカニ食べるシチュエーションってなかなかないからね、僕も家族と旅行に行った時にカニ食べる、うんうん、機会があって、まあ、特にあの石川の穴水町ですか、うん、あのほら遠藤さんのふるさと、うん、で遠藤さんの色紙が飾ってあるところで、ね、やっぱりあのなんか焼き場みたいなところがあってね、はい、で行ってね食べましたけど美味しかったですね、本場のカニって言ったらね、うん、はい、じゃあちょっと行ってみたいと思います。はい、見上げてごらん夜の星を、見上げてごらん夜の星を、小さな星の小さな光が、ささやかな幸せを歌ってる、手をつなごう僕と、追いかけよう夢を、二人なら苦しくなんかない、さ見上げてごらん夜の星を、小さな星の小さな光が、ささやかな幸せを歌ってる、ささやかな幸せを祈ってる。ありがとうございました。はい、ひろみさんでございました。またひろみさんへのねリクエスト待ってますから、皆さんどんどん送ってください。はい、ね、待ってます。さあですね、じゃあこちら読む、ひろみさん行く、うん、哲郎さんちょっとお話があるんですよ。あ、そうだそうだ、忘れてた、うん、あのですねあのちょっと私あの用事がありまして、佐久市にあります長電観光さんに、長電観光さん聞いてますか、はい、長電観光さんに、長電観光さん先週のラジオの放送の後伺ったんですよ。はいはい、はい、で放送の後、全部あれだね、1週間前の出来事。そうなんですよ。でその以前にも少し前にも伺って、で先週行った時にはね、あれなんですよ、10時半ぐらいには行けると思いますとか言って電話を入れておいたんですよ。でその時にまあ一応お名前をあのソイヒロミで名乗って電話をさせてもらったので、でなんか行った時にそのまああの行ったのは2回目だったんですけれども、その時に、ラジオのっていう感じで、嘘ってなって、長電観光さん流れてるんです聞いてくれてるんです、お客さんもいらっしゃいますから、本当に地元のラジオです、すみません、ごめんなさい、 FM 佐久平、 FM 佐久平でございます、 FM 佐久平です、月曜日すわひろみです、長電観光さんそうなんですよ。それでそこにいらっしゃるあの女性のね、大井さんっていう方とお話しさせてもらったんですけど、
そうなんですよ。もうあのね、歌をすごく、あの生歌をすごく、あのこういいですって言ってもらえて、すごい月曜日に元気出るって言ってもらえて、なんか突然でちょっとすごいびっくりしちゃって。長電観光さん最高だな。いろいろね、あの私聞きたかったりとかしたんですけど、逆に何も聞けなくてもなんか照れちゃって、私もちょっとなんかてへーだって、てへーだって本当ですよ、てへーですよてへーですよ、てへーへーみたいな。そうなんですよ、なんかね、それ会社で流れてくださってるの。会社で流してくださってて。嘘、長電観光さん。だから洋楽クルージングが流れてたんですよ。嘘、洋楽クルージングだとね、うっかりしてるとこれどこの放送局だ、有線かいっていう話になって。本当ですよね。そんな感じにも素敵に流れていて。あ、でひろみさん何、あのそれで自分のところで振られた段階で、はあ、これ洋楽クルージングだって気がついたってこと。もうすぐ気がつきました。すごいじゃん。その前の時に気がつかなかったんですよ、初めて行った時に。でももう言われて落ち着いてたら、あ、そうだ、これは洋楽クルージングだと思って、はい、それであのいつも聞いてますって、月曜日元気もらえますって言ってもらえて、もうすごい嬉しくて、じゃあもう来週ラジオで言いますねみたいな、いやーとかって話をして、ちょっとなんかもうちょっといろいろお話ししたかったんですけど。これあれですよ、旅行のもう行きもう旅行も解禁になりましたからね。そうなんですよ、旅行のプランニングは長電観光さん。まだいろいろとお話しに行くと思いますけど、長電観光さん来た、よろしくお願いします。そう、私もそう言ってきちゃったんですけど、まあまあでもね、お話しに行くと思います。そうそれ言ってきちゃったんですけどね。長電観光さん。でもやっぱ人気があるんですよね、地元の観光会社ってことで、そりゃそうでしょ。ほら、立地条件だって最高だもの。ね、佐古平行列。うん。ね、長野県民への。左に曲がるビューみたいな。そう、長野県民へのなんていうんですか、旅行の補助みたいなのがすぐ長電観光さんはいっぱいになっちゃってるって話で。うん、そうなんですよ。あ、人気があるんだなって。普段の信頼のね、と思います。積み重ねで、じゃあ長電観光さんでいろいろとプランニングをっていうことですね。なんかなってね、思いますけれども。あ、まあ、これはもう長電観光さんの歌の続きはひろみさんが作ってくれると思いますから。そうですね。長電観光さん、また引き続きよろしくお願いします、長電観光さん。はい、ね、よろしくお願いします。またいろいろと伺ったらすいません。さあ、ということでございまして、ひろみさん、はい、今度メッセージいきましょうか。はい、いきたいと思います。中込み株式会社北端の牧田でどうですか。お昼時のこの時間、一般の方も業務で使う方も牧田商品の魅力を聞いてお店に来てください。毎週日曜日12時27分から2分間一本勝負、聞いてください。ミュージック&コミュニケーション76.5 FM FM Sakudaira Waku Waku Morning 76.5 FM。さあ、時計の針は9時20分でございます。ひろみさん、はい、作詞ビールが命の母 A さん、リアルタイムメッセージ、はい、長村さん、ひろみさん、昔経験した遊びを思い越させてもらいました、ありがとうございます。まあ、なんだろう、缶蹴りがちょっといまいちあれなんだよな、カーンつってね、もうすごいよ、だってあのグーってね、こう缶踏んでる鬼の缶をガツンと缶のところが蹴っ飛ばして吹っ飛ばして、はい、ノーカーンみたいなありましたね、そういうのね。足の甲が随分あれで強くなったと思いますけど。ということで、1年生になった孫には缶を使った缶ぼっくりを使ってバランス感覚も身につける遊びを体験してもらおうと思います。うんうんうん、あ、これ面白いね、うん、それにあれじゃないの、あのケンケンパとか加えとけば缶ぼっくりケンケンパでさらに難易度高くなるんじゃないですか。缶ぼっくりケンケンパ、 あんまり推奨できない。いや想像、いろいろ想像してましたね。え、ゲンデル公園子ども未来館ね、直山館長聞いてますか。聞いてないと思います。ゲンデル公園子ども未来館、桜咲く小道も連れて行きますが、何度行ってもいいものですね、うん、恐竜も大好きな孫なので、中村さんの実家方面、茶臼山動物園と恐竜公園もいいから、あ、いいよ、動物園もありますからね、うん、あの本当にでね、茶臼山動物園は前も話しましたけど、コンパクト で坂道がねちょっと急なんですよ、うん、でもね、で急だから、あのね、結構ね、はは言うの、疲れてね、で言うんだけど、太ってるか太ってないかの度合いにもあると思うんですけど、結構僕ははは言う。それで、はは言って登るじゃないですかね、登った時にあの達成感がある。
あとね、そこか。それで登った後に降りたソフトクリーム、あれうまい。結局食べるものか。眺めがいいですよね、あそこね。とっても眺めがいいと思います。あとあのみんなでほらなんかなんだっけあれほら、ビューってこう登ってくやつあるじゃない。ビューってね。なんだっけあのビューってほら。ビューって、ね。みんなでほら登ってくでしょこう。あのよほらほらロープウェイか。ああ。ロープウェイもあるから。つって。で恐竜はね本当今時のブロントサウルスとかティラノサウルスとか。ステゴサウルスとかあるでしょ、うん、あそこ遊びに行かせるとあの恐竜の名前をね忘れられないっていう。ああそうかもしれないですね。そうそうステゴサウルスとか覚えてないでしょ。恐竜公園行った人は大体覚えてるんですよ。あ私は子供の頃恐竜の本大好きでずっと見てました。あじゃあひろみさんは特殊なケースだね。そうですかね、すいません。普通覚えてないんだよ。ブロントサウルスってあの首の長い恐竜かいとか、ステゴサウルスってあんながひだひだついてるやつかいとかね。ね、そういうのはすぐ分かるのはね、恐竜公園行くとすぐ覚えちゃいますから。そうですよね。皆さん、まあ子供未来館のあの恐竜もね、リニューアルしてどうなったのかな。ね。まあちょっと見たいとこだけどね。そうですね、新しくなったとこね。はい。はい、さあそれどうします？ん？あ、じゃあ読んでメッセージ結構いっぱいあるんですけど読んでも大丈夫ですか？読んで読んで、どんどん読んで。はい、わかりました。じゃあ那須さん、新さん行きたいと思いますよ。はい、信州の歌姫、多肉の女神諏訪さん、安藤哲郎パパさん、そしてラジオお聞きの皆様、ガチャヘルスケアモーニングデディよ、ありがとうございます。土曜日の午後からベランダの多肉棚に素倒れをかけて日焼け防止対策をしてあげました。すごい単身さん、タニラーだ本当に。梅雨時の多肉の管理は、雨の日は出窓スペース、お天気が良ければベランダ多肉棚、最新の注意を払って風通しよくしてあげているので、室内では扇風機を出しています。スタンシンさん最高、素晴らしい、本当に、ありがとうございます。多肉育てていただけて嬉しいです。リクエスト曲、カニ。はい、ちなんだリクエスト曲、今日これいっぱいいただいてます。なぎさにまつわる、そしたら後で歌っていきたいと思います。ありがとうございました。もう一ついいですかね。星ばあばさんメッセージいただきました。ひろみちゃん、中村さん、おはようございます。今日もお揃いで明るく楽しくなりますね。やっぱり2人お揃いでなければ枠もになりませんよって、ありがとうございます。でもまだ離れてますけど、今日のテーマ、カニ好きですか？もちろん大好きです。新潟出身の主人と結婚して53年前に初めて生の生きてるカニを見ました。松本の山生まれの私には、こんな色赤くないじゃん、泡出してるし目が動いてる、蒸すとなんかキューッと泣いてます、食べるのかわいそう。泣くんですね。その情報は知らなかったな。キューって言うの困っちゃうだね。かわいそう、ね、でもあっという間に赤く染まり、美味しそうになって、美味しそうな匂いがして、やっぱり食べた。そこは人間の欲だろう。そうですね、蒸したては柔らかくて今まで食べたカニとは全然違い、すごく美味しかった、これがほっぺたが落ちそうっていうことなんでしょうね、それ以来家族全員カニ大好きになりました。新潟の実家の帰り、道の駅に寄って買ってきます。今では新潟からスーパーが上田にも進出して、珍しい魚カニも売っていて便利になりました。カニの、甲羅味噌、日本酒を入れて日本酒が美味しくなり、おーすごい、2なんですね、最高ですよね、すごいすごいすごい、いや、本当だよね、美味しそうだな、ね、早く冬来ないかなって、カニ食べたいです、美味しいの、その前に夏楽しみたいけどね。夏楽しみ、 秋も楽しみたいし、ね、そうですよね。でもカニって言ったらやっぱ冬がね、なんか本番かなみたいな印象がありますけど、はい、じゃあ続いて八王子の秋元さん行っちゃいますか。はい、お願いします。京都だよ、週末はルアーで渡りガニを釣った八キョンだよ、おはー、はー、何カニ釣れるんだね、すごいですね、すごいね。恋人ちゃん家の近くの海は季節に関係なくよく渡りガニがかかるんだよな、素敵、自己的にかかるんだからかなりいるんだろうね。すごいね、すごいな、渡りガニは泳いでるから船からだと網ですくえるみたいだぜ、大きな渡りガニは持って帰って茹でて食べるぜ、買ったら高いからね、カニは好きだな、すごいね、カニ釣って食べるってね、うん、夢のライフだね、ね、本当ですよね。夢中になるのは餃子作りだね、おーな、同じだ。週末恋人ちゃん家で作ってた、
小人ちゃんはニンニクとニラが食べられないからキャベツと玉ねぎと豚ミンチの餃子、優しい。それを皮で包んでいくんだけど、おいらは変に職人魂が出てしまって皮に具を包める限界に挑戦して、そうだよね、具がはみ出ないギリギリの特大サイズで包めるようになったぜって、わかるわかる。すごいすごい。2回目にしてプロの餃子職人気取り、100個作ったぜ。100個は作らないな、さすがに。せいぜい60個ぐらいじゃないの。この餃子は柚子ポン酢で食べるとうまいんだよな。諏訪さん、ユーミンの優しさに包まれたなら歌って時間までどうぞ、はい、小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ちに目覚めた朝は、大人になっても奇跡は起こるよ。カーテンを開いて静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。イエーイ。はい、ということで諏訪さんに歌ってほしい曲、まだまだリクエスト待ってますよ。待ってます。中村ブレザーズのなからでいかざー。なからでいかざーとは長野県佐久市の方言で、大体でいきましょうという意味です。佐久出身の中村兄弟が日々の出来事や世の中の気になることを独自の目線で勝手に根拠もないトークを繰り広げるゆるい番組です。毎週土曜日午前10時より、ダンメッセ。ワクワクモーニング、トラフィック&ウェザーインフォメーション。さあ、時計の針は9時30分を回っております。中村哲郎がお届けしています、桜平ウィークアップステーション、ワクワクモーニング。今日のテーマ、あなたが夢中になってしまう時はどんな時。サブテーマ、カニの日。これは今日はね、ネタにしてください。カニの科はあいうえおか、6番目50音順でね。カニの2は22番目ということで、6月22日はカニの日ということでね、いうことでございますよ。カニの日、これはもう今日はね、もうネタだね。なんで6月22日カニの日なのって言ったら、そういうことだね。だからこのカニの日だから、あのカニ座の一番最初の日が今日から始まってる。俺もなんかあのネタになりそうだよね今日ね。まあとにかく職場の家庭のネタを提供していきたい朝一番の生放送、ワクワクモーニングでございます。今日はカニの日推し、長野県内外境です。長野県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は梅雨前線が次第に北上し、前線上の低気圧が夜には伊豆諸島付近に進む見込みです。このため曇りで昼過ぎから次第に雨となるでしょう。変わって明日の空模様です。明日は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。全国の天気ザザッと。札幌は雨でしょう。仙台福島雨でしょう。東京は曇り時々雨でしょう。名古屋は曇り、ところによって朝から雨でしょう。大阪京都は曇りでしょう。広島は曇りでしょう。福岡晴れるでしょう。沖縄県は雨の見込みです。梅雨真っ只中っていうようなお天気ですね。9時33分です。雨降らしカルテットのまた会いましょう。今桜平で話題沸騰中のこの番組、メンバー全員週替わりで登場。マニアックな話をすると極端にメッセージの数が落ちてしまう番組。火曜日夜8時からポンセパチョレック屋敷。まあ、この後は雨の桜平でございますよ。雨の桜平でございます。福島県から八二カローラさん、メッセージいただいております。長野県千曲市に来てると。あ、そう、千曲もね、いいよね。まあ、ほんと台風19号の被害もありましたけどもね、もう負けずに頑張ってますよ。さて今日のメッセージテーマ、あなたが夢中になってしまう時どんな時ね。
動画配信を見てますよっていうね、うん、それでまあ福島のアマチュアで活躍されているね、またプロの方もいらっしゃいますか、ミュージシャンの皆さんの動画を見てますよっていうことですね。あとカニはですね、カニ味噌の部分を食べるのが本当美味しくてやみつきになります。カニ大好きですね。週末はですね、福島県の須賀川市に、ね、またつながろうと思ってるんですけどね、ウルトラ FM って須賀川の FM ができたんですね。まあ釈迦動画の花火大会でもおなじみでね、あのつぶら屋さんね、もう本当に須賀川ご出身ということで、まあ英二さんの方がウルトラマンのふるさとっていうことでね、ウルトラ FM っていう名前がねついてるってことですけどね、なかなかかっこいい FM の名前だね、ウルトラ FM ってね。で佐藤さんといえば私もね、あの面識がありますね、あの前の放送局でお世話になりました佐藤さん、本当有名なディレクターさんですけど、今喋ってらっしゃるんですね、あのウルトラ FM さんの方でね。さらにサブサブテーマ、あなたの週末報告、この週末もミュージックバード系列ウルトラ FM 見学に行ってます毎週のように言ってるって、ね、今度はあのウルトラ FM に関心が移ったんだきっとな。辻村由美子さんのキーボード弾き語り演奏、へえ。で、ディレクターの佐藤正彦さん、あ、まあ、佐藤正彦さんのね、なんだろうな、まあ、福島の FM を聞いてるっていう人も結構聞いてたって人も、まあ、この放送聞いてる人はね珍しくなってきてるかな、うん、まあ、あの福島県からね、あの引き続き私こっちにね、あの作題で番組始めてから、なんだろう、ずっと送ってくれてる方はね、あの覚えてると思いますけど、佐藤さんのディレクター作品で代表作っていろいろあるんですよ。おまかせフライデーとかもそうですけどね、あの僕がやっぱ忘れられるのは一枚の写真からっていうのがありましてね、4時45分からの作品の制作をずっとおやりになっていたのが佐藤さんだったんでね、あの一枚の写真からこういろいろとあのお話を伺っていくっていう、本当にいい番組でしたけどね、うん、あ、こういう番組を作れるんだな地方制作でって、驚いた番組の一つを制作してたのが佐藤さんですけどね、ウルトラ FM で今喋ってるそうですからね、佐藤さん今どんな番組やってるのかまた聞いてみようかな、こっそりな。そんな福島県からメッセージいただいてるのはラジオネームうさぎのゆきちゃんさんです。おはようございます。テーマ、ついついスマホをいじって気づくと小1時間とかがあります夢中になってるってね、スマホがそんなにはまれないんだよな僕ね、スマホの機能ね。でもちょっとね、踏み出せばそんなに、私なんだろうな、壁があるわけじゃないんですね。そんなにこうこだわるところって特にありませんから、私の中でね、そういう日常生活におけることで、だからスマホもね、ハマっちゃうとハマっちゃうんですだろうですけどね、料金かかるようになると家族に怒られてしまうんですよ、ね、ちょっとあまり余計なことはできないなって思いながらも、ハマっちゃうとそうなるだろうなっていうのは私も容易に想像がつきますね。何いじってんだろうな。夢中といえばそうですが、時間の無駄かなと。 SNS なんかも見出すと止まりませんってね。まあ、私が SNS やらない理由ってそこら辺にありますけどね、うん。サブテーマは好きです、うん。子供たちはスポンジボブが好きなのでカーニさんも好きです。あ、なるほどな、カーニさんも好きなのね。土曜日は白川市の神社に行きましたね。年始くらいから神社参拝が趣味になってます。あまり詳しくはないのですが神社はいいなということで、こちらからは以上と、ね。ゆきちゃんありがとうね、ちょっと遅くなっちゃってごめんね。はい、樋口航平のアルフィー三昧。この番組はアルフィーファンのアルフィーファンによるアルフィーファンのための番組です。メール大募集、樋口航平アルフィー三昧で検索してください。毎週火曜日夜6時半からどうぞお聞き逃しなく。ミュージック&コミュニケーション 76.5 FM サクダイラ。さあ、時計の針は9時52分、ひろみさんです。はい、すばひろみです。さあ、ひろみさん、今日もねたくさんリクエストいただきましたね。はい、皆さん本当にありがとうございます。頑張って歌っていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、呼ぼうよ呼ぼうよ太陽、涙の谷間に太陽、燃えろ
性こそ男のロマン。俺もどんとまた生きてやる。これが日本の祭りだよ。車でかけてこ、キャラメル気分で、弾けるリズムで、気になるラジオは BBC、海岸伝いに、マゼラン祭りで、ハッスル温度で、飛び交うカモメは BOSE、メリケンハトバで、なぜかそわそわして、水着でフルスピード、松原ではすぐリキュール、カニ食べ行こう、はにかんで行こう、あまりにも絵になりそうな魅力的な長いハッピービーチ。遠くにゆっくりと梅雨が来て、空からそっと投げた銀の糸の雨、静かな街並みは色あせて、あの人を見送る道、手を振りながら渡れる渡れない、二人が名付けた橋、渡れる渡れない、ああ、紫陽花橋。街を流れる北上川の夜の帳が川面に映る。咲いて儚く散る花火、人よの恋の長とろよ。旅の雪すり面影重ね、祭りの川に浮かべてみれば、もう一度あなた、あなたに燃える飾り船、いくつか過ぎた時代をあなたと重ねた、本当に会えて感謝してるよ、瑠璃色の街に。ウェイ、ありがとうございました。はい、ということで諏訪ひろみさんの生歌コーナー、毎週月曜日のお楽しみでございます。諏訪さんにリクエストでね、はい、歌ってもらいたい曲ある方はぜひワクワクモーニング選んでいただいて送ってください、はい、送ってください。はい、じゃあメッセージ読んできますよ、ひろみさん。はい、おったまじゃくしさん、週末は主人は北端さんで買った充電式草刈り機、軽くて長い時間できてすごくはかどるって言ってました。北端大久保部長聞いてますか最高、社員の皆さん、社長さん、ね、ありがとうございます、ね、はい、だそうです。はい、はい、カニは好きですか嫌いですかね、原新さんで1杯500円くらいで売っていると買ってきて、うん、私がカニ身を全部出して、カニ味噌もカニ身につけたりして、うん、余すところなく食べます、うん、ね、お料理上手だから。あのシナプリのブッフェでカニを何杯も食べて、うん、息子に呆れられてしまいましたいやこれね、でも分かる、カニバイキングとかあったらもう食べるよね食べる食べる、わかります、止まらないです、ラジオの旅人さん、週末は高松の宮記念見たり乃木坂見たり、うん、出かけたりしてましたね、うん、
夏祭りあと咲く花火大会中止ってちょっと悲しいけどねって、まあ思いはせながら来年にね、そうですね、はい、つなげていきましょう。エージェントモルターさん、諏訪さん、中村さん、おはようございます。おはようございます。今朝は珍しく放送時間中に帰ってこれて拝聴してます。あ、よかった、お疲れ様、うん。サブテーマはカニは好きですか嫌いですかで、泣くお話ありましたが、うんうん、伊勢海老はギギって泣きます。本当に食べれなくなっちゃうじゃんって、食べちゃうか、食べちゃう、それでも食べちゃうな、食べちゃう、うん。ちなみにカニは好きですか嫌いですか、そりゃ神の味噌汁、カニの味噌汁、カニの味噌汁、うまい、おさまつ、モルタンさんすごい、はい、ということで、はい、全部です、今日のメールありがとうございます、はい、まあでも面白かったですね、カニ、まあ、食べに行きたいですね、はい、食べたくなってきた、はい、最後に一言ひろみさんお願いします。はい、スワヒロミでは、スワヒロミはまた来週ですけれどもね、テトラさんは明日も明後日もいますので、ぜひまた、はい、この時間聞いてくださいね。はい、ここまでの間で月曜日中村哲郎と、はい、スワヒロミでした、ありがとうございました。今日も元気に雨降りますけど頑張りましょう、うん、頑張りましょう、バイバイ。